皆さんこんにちは、うんたんです。前回の台湾の朝ごはんの動画どうだった？見てくれましたか？実はね、その日の夜もルーちゃんが美味しい牛肉麺の店を紹介してくれたんです。なので、今日の動画は日本の三香巧福食べに行ったぞ。大家好，大家好。今天我要跟文当去吃三香巧福，在赤坂车站。因为现在还有一点时间，所以我们现在赤坂散步乱晃。刚刚我晃到这里有一个日之神社，很大哎，还蛮漂亮的。哦，すごいエレベーターあるじゃん。あ、エスカレーター。あ、神社にエレベーターあるのやばい。エスカレーター。エスカレーター。今天神社是在庆祝日本的七五三节。我叫文当帮我查一下七五三是什么意思。七五三とは7歳、5歳、3歳の子供の成長を祝う日本の年中行事であり、神社などで七五三詣を行い、ご報告感謝祈願を行う報告祭。因为现在下午三点，我跟文当就来萨利亚喝饮料打发时间。啊，ゲームある。表と裏で間違いが10個あるよ。じゃあ勝負しようか。でね。でね。文当每次玩这种东西都玩得好开心哦。じゃあ探すことできるかな。これだけそれ見たよ。あなた僕がやったやつしかできないの。现在我跟文当要去按摩，按一家台湾式的按摩店。台湾的一家。好在自由啊，阿呆们要加油哦。你也没好到哪里去，好吗？我按完摩了，超舒服。体が超軽い。しかもね、80分でやったんだけど、頭もやってくれたし、耳もやってくれたし、手もやってくれたし、足の裏もやってくれた。全部やってくれた。那我们现在去吃饭。吃饭，牛肉面。这里就是三香巧福，跟台湾一模一样的招牌。的位置在二楼。期待期待。哇，台湾国旗。文档后面是台湾国旗。我们来看一下菜单。菜单一开始翻开的话，是先介绍三香巧福这家店，被台湾人所爱的味道，兼具便宜又美味，救急的面。一翻开下一页是牛肉面，文当想要吃牛肉，还有牛筋面。翻开下一页有药膳牛肉面跟排骨面，还有炸酱面。台湾名物炸排骨，好多哦，还有菜脯蛋。皮蛋豆腐呢？文当不敢吃皮蛋。然后还有炸物，鸡排、炸鱿鱼圈、炸虾球，然后还有这个炸面包，还有这种小菜。虾肉包呢？然后这里很特别，是还有卖小笼包跟虾仁烧麦、珍珠丸。天哪，好期待！最想让文当吃菜脯蛋。然后连台湾的酸菜跟辣酱这里都有，太道地了，谢谢文当。萝卜糕先炸的，这一定超好吃，而且是用台湾的酱油膏。可以啊，喜欢。喜欢的。有吗？好吃。台湾的味道，超好吃，超台的。哇，台湾的この店。来过我们几次了，完全买。有卡搭了。台湾哪有嘞？好冷。文章一直想要再去台湾，至于台湾吃东西，不是去旅行。啊，この店美味しいね。家の近くに欲しいわ。でも赤坂しかないらしい。对对对，在日本的话只有赤坂店一家。我就很喜欢文章每一块都好好分成两块，就是要让我也吃到这样。好吃吗？好好吃。然后买点的炸鱿鱼圈还有炸虾球，这两个我都是第一次看到。可能因为日本有卖啤酒的关系，所以他们菜单又新增了一个下酒菜。文章要吃。虾球，好脆好脆。うまい。大根餅と比べて。僕的には大根餅の。哇，萝卜糕这么强。このね、パリパリない方が嬉しいかも。那个牛肉牛筋面，哎，我的炸酱面来了。超美味しい。台湾牛肉面都一定要出面，很期待文章的反应哦。嗯，好吃吗？好吃好吃，台湾的调味料差不多。那文当，你看这个，要不要试试看加一点酸菜？嗯，都不试试看。其实我在台湾，我也不会加酸菜。めちゃめちゃ混ぜてるね。混ぜるの好き？いいでもいいか。これ混ぜないで食べれない。台湾的阿姐，红豆，太感动！这牛肉面跟台湾味道一模一样，因为连碗跟汤匙都一样，真的好好吃哦。文当的菜脯蛋初体验，不，何もつけんの？つけなくても大丈夫。第一次看到文当就吃菜脯蛋，好期待。おいしい。怎么样？怎么样？中ふわ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 、ちょっと塩が効いてるかな。想像してた味。一番好きなのに。これが大根餅。萝卜糕跟牛肉面最强，荣登文当第一名。菜脯蛋也完全是台湾的味道，好感动。其实很少吃到台湾料理还原度这么高的店家。なんで台湾の料理こんなうまいんだ？美食の国。本当すごいと思う。文当自从上次去台湾之后，整个爱上台湾料理。あっちだと安いしね。
所以我日本の給料で見てるよ。分担现在多点炸馒头，我觉得这里的小菜都没有很贵，380日元啊，280日元的居多。在日本一般那种居酒屋的话，可能一盘就要400块啊600块，所以我觉得价钱算是很便宜。文旦的炸面包，对，里面是银丝卷。好吃好吃。小学校の頃に給食で揚げパンあった。これの味になってる。レシートがめっちゃ長くなりました。めっちゃ頼んでるな。一番美味しかったのは大根餅。その次は牛すじ麺。まあ揚げパンも美味しかったけどね。ルーちゃんどれかな。だからルーちゃん多分台湾オムレツ好きだわ。合計金額3311。二人でいっぱい食べたね。日本的香香巧福还有珍珠奶茶。现在日本不管哪里都卖珍珠奶茶。吃饱了。好吃。めちゃうまかった。バイバイ。台湾独特の調味料があってね。使いすぎるとね、あんま好きじゃないんだけど、絶妙にね合わせるとめっちゃうまいの。其实我也不知道文当说的那个台湾味到底是什么味，可是文当就是有时候一吃就知道说，哦，这个是有加台湾的调味料这样。肉とかに使うとめっちゃうまいの。例えば。ルーローファン。ルーローファン。今日のニューロー麺も調味料使ってて、めっちゃ美味しかった。牛肉面。牛肉面。对，我想要吃牛肉面。我想要吃。ニャロメ赤坂イルミネーションやってます。ふーちゃん入って。好。逆光で誰かわからない。我头发应该去按摩，现在超油。在灯饰中走路的文当，帅帅帅帅帅帅，真不愧是翅膀高级街。总之我们到二楼去看看。二楼有一棵好大的圣诞树哦。日本真的太夸张，才11月圣诞树就摆出来了。赤坂すごい。哇，好美哦。又有一个地方可以拍照，还设计这个照相机的架，让我们可以自拍。すごいな、今こういう時代になったんだね。21世纪，文当跟大家说晚安，拜拜。拜拜。晚安。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。